はい、半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。おはようございます。9月19日、今日は土曜日ですね。朝9時です。はい、昨日の動画でちょっと題名の日付が間違ってました。訂正しましたので、はい、ほんでコメントで教えていただきありがとうございました。それでは今日もよろしくお願いします。Amazon から、物が届きました。いや、開封ってもう開けてんすけどね。開けます。はい、キャプテンスタックのオイルランタンです。はい、今度のキャンプこれ持っていこう思ってね、買いました。はい、このオイルランタン、これ大中小って大きさあるんですけど、一番ちっちゃいやつを買いました。じゃあ開けます。はい、こんな感じになってます。ねえ、ちっちゃいですよねこれ。こんな感じです。じゃあ、昨日買った灯油を入れて、ちょっと今晩ちょっとつけてテストをかけたら点灯してみたいと思います。ビニール取ったとこ、はい、こんな感じです。今日のお昼ご飯は昨日スーパーで買ってきたチキン南蛮です。いただきます。今日のコーヒータイムは博多メンタチーズのパンです。惣菜パンです。じゃあいただきます。ねえわ、明太子ね。じゃあランタンちょっと点火のテストをしたいと思います。灯油入れて、でだいぶ放置してたんで、多分もう芯に染み込んでると思うんですよね。で、まあこれがここかいいかな。これを回すとこの中の芯が出たり入ったりするんですね。こうやってどんぐらい出してる、こんぐらい、出さんでいいか。でここのレバーで上げると、こういうことか、こうか、あ、こうか。でこう止めると、でこれで火つけるの。おー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 おお、よいしょ。あ、やべ、いいいいいい、結構進んでたな。あー、こんな感じか。こんな引っ込めんねや。あんまり
あんまり出したら日が高くなるからこんなもんかな。うん、どうでしょう。あ、そう、ちょっと電気消してみようか。じゃあ切って、よいしょ。どうでしたろう。これカメラ映ってんのかな。もうちょっとちっちゃくてもいいか。あー、逆逆。あー、なんかそれっぽい、なんか結構雰囲気あるじゃん。おお、あー、いいじゃん。あー、いいわ。なんかなんか和むわ。ちょっと撮影用にはちょっと光量が少ないようですが、まあ普通のキャンプのやつやったらこれぐらいでいいんちゃいますかね。これでどんぐらい持つんやろ。いいや。はい、以上、ランタンの点火テストでした。今日の晩ご飯はチキンカレーです。いただきます。今日19日の支出ですが、コンビニで、600円ほど買い物してますが、これは LINE Pay のチャージ分から払ってるので、今日の支出には入れてませんので、預金残高は変わらず5,244,201円です。はい。今日は、なんだ、ポテトサラダとか、4点ポテトサラダとかマカロニサラダとかサラダ買ってます。4点ほど、あとそうですね、 おやつですね、買ってます。はい、あとなんだ、あ、そうそう、なんか世間4連休なんですね。シルバーウィークってあんまり馴染みないんですけど、はい、シルバーウィークね、特に用事ないんですけどね。まあちょっとね、明日どっか行こうかなと思ってます。はい、みんなもか。はい、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた明日。